火事があったのは大村市弥勒寺町の畑で、今日午後0時40分ごろ、付近住民から大量の黒煙が上がっていると消防に通報がありました。消防などによりますと、火は現場にあった横およそ8メートル、高さ奥行きおよそ 2.5 メートルのアルミ製のコンテナ1台を全焼し、およそ40分後に消し止められました。怪我人はいませんでした。コンテナの中には農業用機械や使わなくなった冷蔵庫などが入っていて、警察は野焼きの火が燃え移った可能性があるとみて、出火原因を詳しく調べています。